校長先生。我が校の甲子園行きが。ありがとう。受験じゃないか。キブラツオ、こんにちは。ナリトチャンネルのナリトです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回は日本のお笑い動画でドリフターズの夏の甲子園を見ていきたいと思います。もしこの動画良かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。じゃあ見ていきましょう。オーケーネタがクリアだね。読むコンプライアンチーフサージポンズにチェンジもしもにきよう。校長、喜んでください。校長先生、我が校の甲子園行きが決定しました。中本、はい。今何て言った？甲子園が決まりました。甲子園が決まった？はい。あの夢見た甲子園が決定しました。ありがとう。やりました校長。中本君ありがとう。よかったよかった。校長そんな喜ばないで。決まったのか甲子園が。はい。応援に行くぞ。校長自らですか？当たり前じゃないか。ありがとうございます。みんなも喜びます。おとく、その生徒を呼びたまえ。校長室ですか？かまわん。ありがとうございます。呼びたまえ、喜びます。おい、入ってこい。そうか、お願いします。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 ありがとう、ありがとう。頑張ってくれな。ありがとう、ありがとう。気がつきませんってくれ。ユニフォーム姿を見たい。はい、ユニフォーム着替えてこい。よし、よし、よし、よかった。嬉しいな。タッ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 。何かね。あの甲子園球場での場内販売の権利を獲得いたしまして、これから出発いたします。はい。いや昨日どうだったのか。あれは1回戦で負けております。甲子園です。タンカチャーン、タンカチャーン、タンカチャーン。はい、みなさんどうでしたか？あ、さっきはナリと言ったんですけど、まずはね、キーワード甲子園はわからないので、あ、まだまだもう一回見たいと思います。これ終わってから、この動画撮影終わってからもう一回個人的に見たいと思います。あ、だけどこちらの皆さん、もしわかりやすく説明してくれたら嬉しいなと思います。お願いします。ちなみにさっき言葉わかんなくても、すごくなんか面白いところが、なんか、いい情報をもらったみたいだよね。で、それもらったその校長先生、嬉しさがすごいすごい伝わっているんですけど、なんかやりすぎところがあるんですね。特に一番最後、靴の匂いを他人に、学生にこういうするの、こうするのがもう想像できない。しかも志村さんしかできないことじゃないか。もしかしたら皆さんやったことありますか？いや、本当にもう本当に想像したくないですね。だって何ともね、イベントに参加してミーティングだったり、参加した時に性臭い、性臭いだけじゃなくて香水もその本人にとってはいい匂いかもしれないけど、ナリトにとって
か、あとはグッズをそのミーティング中に、靴を脱いだら靴か靴下か分からないんだけど、なんかその臭い匂いがすごく、失礼ですけどなんかすごい集中できなくなって、気分悪いんですよね。だからいろんな経験を通してマスク必ず持っていくことが、でなんかそういうまずい状況だったらマスクをつけて普通に会議やそのイベント中にもう続けることができる。だからさっき の靴を入れるだけ、志村さんの靴が臭くないかもしれないけど、でもそういう想像になっちゃうんです、なりとね、靴臭いとか、あとはなんだろうね、あ、もう一つの嫌なのが、ゆすんぶり、なんていうんですか、足がこんな感じ、こんな感じする、なんていうんですかね、ゆすんぶりそういうのを揺れ、私まで揺れなければいいんだけど、なんか揺れたらすごいフラフラな感じで気持ち悪い。それもあとは同じ列のテーブルで座ってるから、ミーティングのテーブルが一つだけじゃないか、まあいろいろあるんですけど、基本的につながってるから、なんか、パソコンはまだいいんだけど、書くときにすごいなんかテーブル揺れるまで、でもすごいんでしょうね、こんな迷惑っていうかのがよくナイトの経験の中でよくありますですまあ聞くとちょっと心が狭い人だかもしれない だと思われるかもしれないけど、まあ正直にナリトはこんな感じはい、皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。とても長いコメントですけど、ナリトの心の優しくない人をアピールしているような感じでも本当は優しい人なので、あとはいっぱいニコニコして周りから、ナリトさんが優しいですね、すごい怖い子を見たことないんですけど、すごい優しいですね。まあどう思いますか優しい時がある、怖い時もありますよ本当に最後まで見てくれてありがとうございます。また新しい動画でお会いしましょう。